はいどうも、メンズ赤星です。はい、瀬尾です。はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ、今回ね、やっていきましたこちらっすよ、はい、ラーメン地五郎ということで、群馬じゃないですか。群馬県太田市にある店舗でございます。群馬2回目ですね、私ね。あ、そうなんですね。2回目なんです。ということでね、東武ね、これ桐生線なんと、これで地五郎橋駅と呼ぶんですよ。まあ、ここからと歩いて25分かかるんだけど、駐車場も結構あるんでご利用くださいということで。地五郎系じゃなくて地五郎系ということで。地五郎、まあちょっとね似てますけど、地五郎、はい、あの東池袋大正軒をルーツとするグループの軽商軒というお店から独立した店長のお店ということで、しっかりとした一杯で人気のお店なんですね。ということで、食券なんですけども、ラーメンとラーメンの少なめと、さらにプチラーメンもあるという、いろいろ充実している食券なんですけども、まあ、今回はね、まあ、豚ましが売り切れだったんで麺量を多くしてラーメン代はちょっと選ばせさせ遊ばさせていただいてということでございます。これです。おやおや、おお、早速、ね、全部気になるものがあります。マシマシとさせていただいてますけども、こちらですね、油マシマシにしたらこのようなもう塊油が、いや、そうですね。これをね、どう攻略していくんでしょうか。掛け布団だもんな。確かにこう、お布団のようにね、やっていきますけども、いやー、これは久々に来ましたよ、この特大座は。来ましたね、これ。食っていく。すごいな。よく行くな。一口で。全部行った。行きました。はい、行きました、これ。マジですげえうまかったわ、これ。きしめんじゃないんすよ、別に。こういうのあるよね、確かにね。ただまあ、その後ね、固形のものがどんどん、口に入れたくなっちゃって。いや、そうでしょう。キャベツを次々に、もう、はんぺん油のテカリがもう、口の中すごいもんだから、これ。いや、そうよ。笑みがもう、絶えない、笑いが絶えない一杯でございました、最初から。テッカテカやもん。テッカテカでしたよ、もう。この大きさ、多分これまで食った、二郎系の油って最大だったのかなと。思います。豚もすごいな。豚もこの形をもう本当によーく煮込んであってですね、柔らかさとともに、まあ、肉汁が中からじゅわってこう出てくる、非常に柔らかくて美味しい、ジューシーと言ったらいいかな。なるほどね。ジューシー豚というのがいっぱいでございまして、さあ、そして麺ね、いいよっこいしょーということでね、よーくこの麺の形を見ていただくと、結構な平打ち麺ですね、これね。ね、オーションを、まあ、使用しておりまして、まあ、見た目よりもね、ちょっとこう、ごわごわっとした、あの、舌触りがあって、意外とわしわし感もあるという、ところでございますけども。うまい、シンプルに、はい、うまいということで。縦書きでね。やらせていただいてます。さらにね、先ほどちょっと書きましたけど、生姜も一緒に入ってるんですよ、今回。で、ニンニク生姜を今回はシャワーとして、どん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 上にかけていきましょうね。よっこいしょー。最初からね、ちょっとこう、スープにニンニクと生姜浸ってたんで、攻撃力高めのシャワーとなっちゃいましたけども、はい、ね、だから、どんどん器の反対側からスープすくって、味が変わってないとこ飲んだりしながら、やっていきましたね。まあ、こってりとか、ね、最初の油以外にもね、にじみ出した液体油がこう、あ、なるほどね、浮いてたんで、攻撃力高めの一杯でございます、ね。で、このスープなんだけども、ね、乳化気味のちょっと濁り気のある、生姜の風味にこうよく合うという極うま汁、でございまして、胡椒は S&B で、ね、野蛮でもないという細身の、細身の、はい、S 缶でございますね。まあ、生姜までね、トッピングが入ってますと、後半の味変というのもなかなか控えめになりがちということでございますけども、でさらにね、こんなお席情報なんかもありますけど、お席情報はもう必要ですよ。お座席すごく広いんだけども、あ、本当に。でも、まあ、店員さんがね、一人か二人でやってるんで、それほど頻繁に通してくれるわけではないという点でございますね。ファイナル豚をね、終盤になるとほらもう、もうどんどん出てくる、まだ行くんかいぐらい。地五郎な一撃とか書いちゃってますけども、地五郎ね、地五郎って地郎ラーメン、地郎ラーメン、やっぱ地五郎っつったらうまいね。それか地五郎、地五郎な、地五郎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 よ。地五郎、地五郎、引き出しなかったわ。本当ですか。九州 1.2 ですけども、いや、加瀬篤先生の、あのカメレオンの作者、地五郎、地五郎よ。あれ、あれか、タイトルが地五郎のやつね、懐かしい。あと、あとポリコーマンとかね。ポリコーマン、
ゼロ戦とかね。ちょっと待って、やっぱ加瀬淳さん、加瀬淳先生マジか動画。いや相方は多分知ってるわ漫画大量に持ってるからなんだということで、群馬次郎家の次五郎さん、ごちそうしょ。はい、ちThank you.